しょ、こんにちは。マスカラも塗ってない。マスカラは塗らんけどな。あの美容液なの忘れた。まあ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 、まあ、鏡忘れた全部忘れてるわ、やばいな。これで塗っていけるかな。あ、鏡あるわ怖っ。濃いな。ちょっと服を。まあいいか。色紙褒めてた？やばい病はな、誰が書いても褒めんねんな。内巻きにした。髪の毛巻こうかと思ってんけど、クワックスをし、クワックスって何？あ、濃いめがいいや。なんかするわ。わさび寿司全然いいけどで、わさびそんな辛くないかも。なんか辛いっていうか鼻にくるって感じ。鼻にくるから目が赤くなるけど、反射で。鼻にだけ、鼻にだけやって、鼻にだけこうへんか、なんかイントネーションやばいな。鼻にこうへんかったらいける。大東さんのそんな辛かったんかな。でも前のテンナちゃんとかも出しに行ってたんやろ。だから私がおかしいんやと思ってたもん。なんかテンナちゃんの時は辛すぎて出しに行ったって聞いた。はけたって時からけど、から多分私がおかしいんやと思うで。だって全然飲み込めたし、水もその後飲んでないし、終わった後も飲んでないあ、飲み込んだ、すごいな、もったいないから。おもろ、さすがっすねふふふ、全然美味しかったね。美味しかった。マグロは美味しかった。わさびは別に美味しくないねえ。日光すごいですね。走ってて思いました。ちょっと日陰走ってた。建物の影濃いな。リップ出かける前にちょっと落とそう。 TikTok 撮るねん。またストック90本あんねんけどさ、今やばくない？まああれや、お昼ご飯食べたら落ちるか。ないわ。はじめまして、いつもと違う感じ。うん、違うかも、わからん。はじめまして。メイクはちょっとな、濃いねん、いつもより公園、ラメとかはあんまつけてないから、そこら辺は公園より薄いけど、なんかな、このな、ここをな、描いたらどうなるんやろうと思ってやってみたかったから試してたら、あの濃くなっちゃった。で、リップも濃くなった。うちは見えたで、おると思って。ありがとうございました。昨日さ、幕開いてさ、公園やったんやけど、あ、めっちゃおると思って、意外に。で、なんでやろうって思って、みんなペンライトの人顔見てたら、あれ、なんか、あ、なんか見たことない人ばっかりと思ったら、あれやった、ヨシミンやったおもろ。ちいかわと一緒のゲーム、何それ。ヨシミンが多分青とオレンジやねん。じゃ、もともと水色とオレンジやって、被ってるからって書いてくれて、多分青とオレンジ、見てる限り。
でもたまに間違えて水色とオレンジにしてる人がいる。で私の人かなと思ったら全然知らん人やった。そう、生誕近いからおらんはずやのになと思ってさ、なんでやろうと思ったら全然知らん人やった。知ってる人もんねんって、私の人もんねんけど知らんなーってなんか全然違う人やなーって。でも色が似てるからなんか分からんけど、私のやつとヨシミンを持ってくれてる人もおった。裏返したら私みたいな。でも基本ヨシミンやねおもろ、絶対ついでにやってきたやんなーと思って青よくばレスもらおうって感じで持ってきたんやろなって思った生誕来てほしい。おもろない、めっちゃ。だってさ、最初ずっとさヨシミやったのにさ、お見送りとかで急にさくらが出てくるの、めっちゃおもろい。絶対さレス欲しかったやんなって思っておもろ。まあ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 いいですよ、なんでも。またぎなんでね、めっちゃおもろいやん。そんな欲しかったやろな。ペンライトは日本にしたかったやろな。お疲れ様です。水色とオレンジと紫のサバ餅。ああ、え、アンジュさん、ジオンさん、アンジュさんかな、この場合は紫の人って B2 おらんくない？え、おらんくない？オレンジすごくない？そんなこと、え、おらんよな多分。すごっ、そんなことあんねや。おらんよな、すごいな。水色とオレンジと紫やったらアンジュさんと黒島かジオンさんと黒島やねんな、かヨシミンか。特典ポストカード、アンジュさんの、何それ、何それ、ちょっと欲しいんですけど嘘やで、変な家見に行きたいけどまだ読んでないねんな本。本読んでから行きたいタイプやね私。パリピ公演の舞台のために映画見に行った、かわいい、私も見に行こうアンジュさんの舞台見に行く前に映画見に行こうじゃん。友達誘うかな、パリピ公演見に行こうやなってなって映画誰も来てくれなそうやな。リサちゃんとあれ舞台見に行きたいね。マネージャーさんに言ったらいいかな、見に行きたいな。アンジュさんかわいいよな。血色いいね、リップ濃いよなやっぱり思ったで。じゃなんか暗いねんこの鏡、濃いよな。ちょっと昼ご飯食べてたら薄くなってくるかなと思って。なあ店長指明日やな、似合ってる。いやーそらさ、黒島応援してますって人がさ見たらさ、そらリップも可愛いってなるよ。だって私かってアンジュさん大好きやから、アンジュさんが何してても可愛いの、そういう状態ってことやろ。そこまで愛情がないと思うけど私は誰にも負けへんくらいの愛情持ってるから。みんなの方が小さいと思うよ。二つとも見たいって言ったら、ああいいよな、いいよね。でも両方見たい、春っぽい、そう春っぽくしたかったの。やった、リップもらったやつ、メイクさんがなんかな、 B2 前の B2 の時って言って、今も B2 だけど、前の B2 の時になんか大量にくれて、いや今の方やったっけ、なんか分からんけどもらって、そうみんなで分けてねーっていっぱい入ってたからリップもらった。 T
T シャツ一枚やばい。さすがに長袖。まだ走る時も長袖やったで、焼けたらあかんから暑かった。ちょっと公園バチバチ、公園の後はさすがにしんどかった。しかも練習してから走ったからな。絶対逆やでな、走ってから練習するよな。でもな、走ってから練習したらな、なんか汗びしょびしょになりそうで嫌やなと思って。濃いな、なんかもうちょっとな薄い方が好きやな。アンジュさんゲーム楽しみにしてます。私も楽しみにしてます。もう絶対勝つ気しかせへん。でもな、私語彙力ないからな、喋られへんかもしれへんねん。そのアンジュさんのことがどれだけ好きでも、その好きな場所をなんか言えるんかなっていう。あ、太陽光あったらまた違ってみるかも。確かにね。あ、気になってる。推しは黒島で、アンジュさんのところに行くのはもう論外なんで。いや可愛いけどな。いやほんまに可愛いで、めっちゃ可愛いけど、映るのは NG。 押しましやったらいいよ全然。ただアンジュさんがしっかり押しになっちゃったらダメ。公演前の動画でもリサちゃんと手繋いでたっけ。一昨日の方ん、違う、昨日27の方、29の方、29一人でピシッとなってるな。なんで私これ開けてるの。だからいつもと違う耳かきにした。めっちゃみんなわさび寿司になるやん。全然いけたで。やっぱりあれ辛いんかな。辛いと思うけど、なんか辛いの思ってた種類が違かった。あのさ、キムチがこの前食べれるようになったんやけど、なんかそっち系のやつやったらもうちょっとしんどかったかも。辛ーってなる、来るやん、もう口の中に来るやん。から熱かったら痛いねんけど、鼻から来るから別に通さんかったらいいだけかなって。そう、これないつもと違う耳かけにしたね。いつもはこれを編み込むねんけど、裏編みしかできんねんけど、自分のあの裏で編んで止めんねんけど、今日はねじったんですよ。ねじねじって、これな地味にバランスとんのむずいねんな。なんかな、あ、頭の形が綺麗な人は簡単なんやけど、アンジュさんとか絶対簡単なんやけど、私の場合はね、そんな綺麗じゃないんで、どこをどうって難しいねんな。唐辛子、あーなんかな、来るよな、なんか違うよな、鼻に来るもんな、わさびは。あ、そう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 、通さんかったらいいねんだから。鼻に来へんかったら何もいけるから。あー、わさびの味するなーって。だからさ、鼻に来ても別にカラーってなるわけじゃなくてさ、目に出てしまうからさ暴れるってなるけどさ、別にわさびの辛さがいけるんかもしれない。ただ自分で食べるときにつけようとは思わない。15分経った、経ってるな絶対。あーバチバチのとき、それは手つないだ、めっちゃ記憶ある。隣リサちゃんやと思って、あ、今だったわ。ランキング見ます。13位高秀さん、ありがとうございます。12位新アットマークノエルさん、ありがとうございます。11位なる兄さん、ありがとうございます。10位 RC さん、ありがとうございます。9位小さな恋のメロディーさん、ありがとうございます。8位オーレオーズさん、ありがとうございます。2位じゃないわ、急に。7位佐藤くんさん、ありがとうございます。6位マチカヌククタルさん、ありがとうございます。5位マキコさん、ありがとうございます。4位ナベちゃんさん、ありがとうございます。3位 N2F さん、ありがとうございます。2位セイくんさん、ありがとうございます。1位ケビンさん、ありがとうございます。ふう、
ロッキーのビリビリ見抜いてた。私はイエナさんの予想やった。めっちゃかわいそうな指やったもん。一番かわいそうやった。カレンさんは一番ないと思ってた。逆にシンシンさんがなんかどうなんやろってめっちゃ揺らしてる感あってん自分で。でもほんまにシンシンさんやったらああ揺れるんかもしれへんって思ったけど、なんか電気ってさなんかこうなるやん、なんかギーってあれじゃなくてギュッてしてなんか小刻みやったから一定の。だからなんかうーん微妙やなと思っててシンシンさん。ゆいのさんはめっちゃ私のなんか痛い時の手してたね。あの手わかるってなったから、それが普通にバラエティとか研究してるから知ってるだけなんかなとも思ってん。だから知ってるだけで上手い演技なのか普通に痛いのかどっちかかなって思ったらゆいのさんやったけど、割とカレンさんっぽい感じやったからカレンさんになった。黒島はゆいなさんめっちゃ痛そうやなと思ってゆいなさんにしてた。ありがとうございました。私は下におばあさんが、おばあさんやっておばあさんがいてるのでちょっといきます。この後ね親戚が来るんですよ。でおばあさんも来てるので遊ぶ。そうなんか痛すぎたらゆいなさんやったら笑いそうやなと思って。